お疲れ様です。今日はですね、こちらの郊外10ウォールブレイカーやっていきます。ってことでね、バランス調整で、まあ大幅にね、強化されましたアウトローと槍ごぼうをね、使ったウォールブレイカーやっていきます。で、まあ今回はトルネとかもない。で、呪文も、なんとファイヤーボールだけっていう、そこはね、珍しいかなっていう。なんか基本的にファイボウッドとか、まあポイズンウッドとか、まあそういうのが多いと思うんですけど、今回ファイボだけですね。なんで、まあ普通に枯渇を引くと厄介になるよねって感じではあるんですけども、まあ小物がめちゃくちゃいるんで、今回このデッキにはね。よいしょ。まあゴブリンバレルとか来たら、最悪ね、もう槍ゴブとかゴブリンとか、はい、その辺で頑張れたらいい。だからこのスケブーでさえもね、ちょっと厄介。うっ、ね、いやでもこれは、許容からの、ちょっと矢の飴使ってきたんで、それ、許せんっていうので、めっちゃ行く。あのスケキンなんか仕留めれそうじゃね？アウトローが頑張れる。で、この逆サイも入って、はい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 みたいなね。まあ、小物対決にはなるんですけど、まあ、あのスケキンとか厄介にはなってきそうかな。まあでも、こっちもすごいいるんで、ウッドを入れてない分、呪文枯渇枠がね、1枚多いです。はい。ゴブヤリゴブコウムラアウトロー。まあ、4枚いるんで。あとは、ウォールブレイカーね。まあ、言ったら5枚いるので、まあ、どっかが生きてくるでしょうの、両サイ攻めをね、ちまちましていきます。ハシマイヤリゴブ、ハシマイゴブリン。あとはハシマイウォールブレイカー。まあ、それ以外は、ディガーと組み合わせながら、みたいな感じでやれると熱いかな。てか、ヤリゴブの射程伸びたからさ、あ、こういうガゴムレとかの処理も強いね。いや、アウトロー範囲広っ。慣れないっすね、なかなか。今、ヤナメ使った？俺の目が正しければ、ここにスケキンとか出したい。そしたら、コウモリを生かすね。さあ、ディガーで、やりこぶやれると、なんもない。いやー、このオルベが届かんか。間をすり抜けれないですね、はい。さあ、なんで、まあ、スケブがちょっと面倒ですかね。まあでも、自陣で、やりこぶコウモリあたりで対応できるといいかな。ちょっと特殊なウォールブレイカーっすね、マジで。小物ウォールブレイカー。あ、こういうのに強えな。ガゴムレとか来たら。広いからな、これ。やなめ使ってくるけど、みたいなね。さあ、ゴリゴリ行きましょう。こういうね、小物系はね、昔はやっぱ多かったんですけどね。ほんと、ここ最近だと、なんだろうね、もうゴルナインとかなんか、まあ、あといろんなユニットが、それこそアイスイズの召喚時に、コウモリ処理できるみたいなとかもやっぱなかったんで、いろいろカードも増えるし、能力も追加されて、ってなって、やっぱ小物はね、難しい。てか、きつい相手とかもね、確かにゴルナイだけ、ダッシュされるだけできついみたいな。そういったメタもちょっと増えちゃったんで、この小物機はね、昔と比べるとだいぶ減ったけど、めっちゃ楽しいのはね、そこは間違いないので、前今でもね、ちょいちょい使われてはいるかな。ね。やっぱゴルナイかな、すべては。すべてはゴルナイのせいで減ってる気がする。さあ、なので、無駄死にさせないようにっていうのがね、まあこういう枯渇デッキとか、小物系とかを使うときには大事になってくるかな。さあ、もうめちゃめちゃ攻めちゃう。ああ、で、これは、両サイ。いい感じに。いらなかったかな。さあ、ガーラー右行く。これもったいないんで、右にね。おお、はい、暴れすぎやろ。いや、ウッドか。いや、まあ、なんかと間違えたんでしょうね。え、今さ、アウトローガールだけで、めっちゃ持ってったくね。左が18になってる。ガールの初撃かなが早くなってんで、ちょっとね、タワーに届くだけでもだいぶ強いな。さあ、ウッドがないんで、まあ、枯渇は面倒ではあるんですけども、今ちょっとエリアド取ったんで、これだけで相手きついんじゃない？いやー、巻き込み。いやー、しかもこれダクリまで処理できたら熱。リアリーゴブで受けると。
まあ、ヤリゴブ・ゴブリン、コウモリ、ウォールブレイカー・ディガか。そのニコスたちで多分一生回せるんで、このデッキは。ニコスとディガーで回しながら、まあ、防衛の時のアウトロードだとか、まあ、暇な時のこのアウトロードね。を出しながら、やっていけばなんとかなりそう。めちゃくちゃ高回転だな。特にね、アウトローを出さなければ、超回転速くなれるんで、この辺のプリンセス、こんにちはみたいな。うん、気持ちいい。オールブレイカーも刺さるし、刺さらないけど、コウモリが刺さって、ガールも刺さって、いや、このガールが強いね。あー、強いね、なんか。さあ、というわけで、枯渇にね、枯渇があってどう見てもきついんで、枯渇に勝てたら、ほんと、何にでもいけそうみたいな。アウトロー、アウトロやっぱ多いっすね。プリンセスの処理だけね、共有できそう。さあ、もう諦めのグッドゲームというわけで、まあ、アウトローをぶち切ったらあんま出さなくてもいいかもですね。まあ、大型の防衛とか、まあ、なんか、まあ、なんかメガナイトとかね、それこそ来ればいいと思うんですけど、あとはね、相手が攻めで穴埋め使いましたみたいなのがあったら、ね、端前アウトローコウモリブッパとかも、なんか、テオダークとかそういったところをしっかりできるとね、端前アウトローでだいぶダメージ稼げそうな気もしますね。さあ、エレキ、これペッカ工場とかだったら、もう相手、泣くしかないぞ。あ、おー、スパちゃんか？いや、スパーキーっすね。これ、ウォールブレーカーまで行くんですけど、アドやばいかな。あー、まあ、守ってくれたらでかいっすね。さあ、どこをどうね、守ろうかといったところで。適当に耐えて、適当に耐えるしかない。スパーキーの受けがまあゴブリン、ヤリゴブ、ウォールブレーカー3種あるんで、まあ、ファイボもちょっと困ったら打ちながらって感じかな。でスパーキーってレイジザップとかね、そのレイジだけなのか分かんないけど、今回アウトローは強そう。だいぶ残る。まあゴルナイドリームがまた話が変わってくるんですけど、端前アウトローもね、ちょっと狙っても良さそうな気がします、今回の相手には。まあ、ゴリゴリこんな感じでいってもいい。さあ、コウモリ添えてあげて。ガリって、おお、なんか、すごい動きしてる。でかいね。ミニペダクプリだったな。あ、これちょっと。このガールをね、延命。ええ、だいぶ困ってる、だいぶ困ってる、だいぶ困ってる。つやつやつや。さあ、もう端前でチク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 行く。マジ暇だかんな。お、え、めっちゃ美味しくね。このタイミングぐらいで、ユニット出して、まあ、ザップ打たれて仕方ないですね。大砲置いちゃってね。オールブレーカーで攻めちゃってね。はいはいはい。さあ、来ましたね。完璧な攻めが。これでもここで囲める。うわっ、待って、囲めない。受けが下手。マジワンチャン掴まれるやつ。ワンチャン掴まれるやつ。危ない、危ない、マジで。アウトローぺちゃんこになってたぞ、あいつ。あれこれ、バッキー出して、こそなくなっとるよ。そんなことある。いや、アウトロー。いや、感覚今、マジで、1か0かみたいななってたな。俺の、あれは出す位置がね、多分、良くなかったんでしょうね。やっぱ感覚空いたんで、アイスパーキーとかも綺麗に囲むと、
まあ防衛だけ打たれるみたいな美しい防衛もできたと思うんですけどね。今なんかぺちゃんこ防衛してた。多分見たくても見ることができないね。絵面になった。さあ相手のバナ、イカチーな。なんかイカチーバナ増えてきてんな。あれ天才アイス来てる。 2.6 ホグの香り。迫撃か。まあホグか。ホグ率高いっすよね、こういうデッキって。まあ一旦耐えるか。相手のデッキは分かんないですね。まあ迫撃かウォールブレイカーかホグかみたいなとこで。アウトローはね、結局ウッドには弱いんでね、間違いなく。さあクエイクを持ってる顔してます。これなんで対応してくんだ。あー、おお、にゃー、フロンタルゴブリン無能すぎ、でかすぎ。これはね、一回我慢していいな。タワーに上げてからのアウトローでね、無理する必要はない。なんならこれで、あー、2発は入りすぎ。ちなみに。やりゴブ、ちょっとマイティの防衛に使いたかったかもしんないけど、まあいいでしょう。痛えな。ゴブリン裏に出せばよかったな。さあ、多分クエイクだと思うんですけどね、全然飛んでこないな。迫撃。ボムか？ボムかインフェの可能性もあるっすね。で、ゴブリンのサイクルなんで、まあ、裏にゴブリン行かせて、ウォールブレイクが通ればいいな、みたいなね。一発欲しいが。さあ、でもこの辺からあんまダメージ許したくないね。え？ってやつか。で、これマジでやばいかも。ファイブ。ね、痛すぎるっすね、そのダメージ。いやー、これでかい。アイスピ出てくんな。さあ、裏に飛ばすのが、マジこれが大きいっすね。迫撃のタゲ、マジで取りたい。こういうの出しちゃえば強そうだな。なんか、ガールが当たんない。あー、これちょっといい話っす。で、次はもう確定ゴブリンなんで、ここに入っちゃう。あー、それはえぐい。やべ、俺のファイブが若すぎた。ゴブリ回るなよ。ファイブ圏内だ。あぶねー。さあ、クエイクホグの迫撃ね。迫撃の技がちょっとむずいな。でも低めのアウトローでもタワーのタゲっていうか、ガールがね、反撃に巻き込まれないの、熱いっすね。この辺のね、この辺で、まあ、やりゴブで受けるのが一番理想か。さあ、いってらっしゃい、ウォールブレイカーして、迫撃。さすがにトルネードはないよね。21。まあ、やりゴブ添えて。おお、さあ、迫撃ロイホグ来る。ウッド使ったね。これ熱いんじゃね。まあ、ディガーでタゲ取れるさ。うん。さあ、迫撃ロイホグ。まあ、ロイホグの受けは、大砲もあるんで、固まってきたら、固まってきて、まあちょっと怖かったらファイボーに逃げてもいいし。まあ、問題は多分クイックなんで、その迫撃の動きですね。また同じく。だからやっぱ迫撃強いな。いつも。あいつはいつも人気者。結局ね。そういうことよ。って言ってあげよう。ウッド使ったんでね。このオールブレイカーが、迫撃が間に合わない。さあ、いいタイミングの追加。さあ、ガールも強い。いや、読んでもよかったけど、冷静に行こう。
やりゴブでも頑張れる。いやーそれ強いって。クエイク、あのウッド使ったらマジアウトロー強えわ。アウトローコウモリディガーすればこれまたアウトローで受けてくるんで、ファイブ落ちたい。いやコスト14コスいるやんって話なんですけど、もっといる ?16 コスぐらいいる。もうやってみる。やることに価値がある。あ、相手の受けうま。まあ、全然刺さらんかったけど、逆にウッド使わせれた。サイクルちょっと一個ずれてんの。クエイクなんでね。めっちゃきつそう。ガール?ガール出さなきゃ?意外と守れんの?いや、端前を取るちょっといいな。やばいこれ、あの、打たないで、打たないで、打たないで。打つよね。綺麗にガールだけ。ごめんな。いや、このファイバーちょっと打ちてえけど、コストなくなるんで。一旦ね。我慢ですね。さあ、残り500は、まあ、ディガーとファイバー組み合わせれば、怖えマジ怖え。迫撃の受けが怖えけど、おそんなんしたらマジで始まりチンパン、小物チンパン、ちょっといいぞ。ロイフ来いよ。最大待ってるさ。さあ耐える。いやマジゴブリンのタイミング馬先から。いやでも次のディガー5っすね。耐えれば。いやー危ね。コウモリ強いね。最近だと。あとアウトローに対して5打っとけば、損じゃないっていう。いやー、アウトローもね、惜しいっすね、なんか。最強にはなれない。弱いわけじゃないんですけどね。めちゃめちゃ強いわけでもない。このね。もう3回ぐらい強化されれば。前回のフェニックスぐらいいけそうな気もするけど。やっぱウッドでガール飛んじゃうっていうね。弱点がでかいね。5コストなのに。ボーイがもう一人増えりゃいいんか。ボーイもう一人増えたらちょっと強そうだな。だいぶ強いかな、そしたら。いやでもそんぐらいしていい気がするな、なんか。もうついにね、男も二人になっちゃうっていう。さあで、今回の相手はトルヤなんで、エリジェイ・バルグンとかかな。この、ガールちょっと活かしていいけどな。トレン使った。やなめで。お、回んないのか。熱い!いける!でかすぎる。さあ、エレジェイバルーンなんで、大砲でエレジェイボッコボコ、アウトローコウモリ、やりこぶで、バルーンはボッコボコ、イージーゲームが始まりそうですね、これは。あ、でも言うてかな?トルネやなめってさ、怪しいのかな?小物が、だいぶしばかれそうな気もしてるけど。アウトローちょっと強いな。足前アウトローとかもしたくなるしな。セパもいいな。セパしてみよう。マジ仲悪いな。あ、で、ここの一体のディガーもね、ちょっと、めっちゃやりたい。さあ、もう一生ちまちま攻めて、相手に防衛させるよ。さあ、うざいよね。うざいよね。こういう細かいデッキとかもね、相手の嫌がることをもうしまくるだけなんだよ、ほんとに。一生セパしとけいいみたいなことね、これ。
セパしまくるみたいな。まあ、相手は我慢してるっすね、うん、ちゃんと俺が調子乗って攻めしすぎたところを狩ろうぜみたいな感じだと思うんですけど、いやマジで一生端前いける。まあ一回落ち着くか。まさかのゴール無理した。まさかのゴーレムなら普通にちょっとよくね。トルネもある。さあ、まあトリトンもあったからかな、分かんなかったっすよ。マジ暇なんで。お、まあさすがにもう右サイドかなって思いながら、左もちょっとずつねちょっかいかけていく。いやアウトロー、これでもこれの受けに強いっすねマジで。いやー、ガチきつそう。これで幸せだな。一生いける。いや、小物枠マジ多いわ、これ。やなみ使いよなって思ってます。お、男の今日来る。いや、これもう配棒を回って終わるっすね。ギガーもで、なんならあのゴールもね大砲でも終わるんで、はい。一生俺のターン。さあ、ジハザン何語なのそれは。よろしく。ちなみにこのJAVIER みたいな人は迫撃うまくてこの名前の人がいるっすね、海外で。なのでお主は迫撃なのかい。槍ゴブとゴブリンが一緒に入ってるデッキえぐいなマジ。これフェニオリか、なんだろうね、あんまりパッとしない。あ、これゴルフがずれたな。ロイ一発入りそうじゃない。あー、衝撃遅くなったのに、あーちゃん強いな。さあ、槍ゴブは射程伸びたんで意外と頑張れる。ウッド使ったしな、いっていいな。ファイボじゃなけりゃ、はい、ファイボですよね。そういう時って大抵本当に都合がいいのよ。まあ、ファイボーマイティーロイなのかな、ロイなのか、そもそも。いや、でもトリトン入ってるかな、ロイ。いや、エレジェイバルムもでもこんなんだな。エレジェイバルムちょっとあります。いや、オリ。いや、ほんとわかんないですね。まあ、序盤ちょっとあんまり。アウトロ出さずに戦いたかったけど出しちゃった。イケイケでいきたいっすよね、この1倍タイムの間に。まあロイかな、普通のタイブットロイかな。トルネ出てないし、ちま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 いきますよ。でも攻撃すごい増えそうっすけどね。ああ、同サイドなのちょっと安けどね。打ってまさそうだけど。チク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 。いやー、この射程がマジで。お前を好きな理由。
これアウトロー打たれたらヤリゴブリンとゴブリン出しまくればいいんで、まあ、アウトロー一旦餌みたいなとこあんな。ここで残ってんの熱っ。この位置の D が読めないだろ。いやちょっと読めそうだったさ。ファイボン2周ぐらいかな。あれファイボン2周で落ちるのか。いや微妙に落ちない。まあでも守れるっしょ。知らんけど知らんけど守れるやろ。いっぱい。いやマジ防衛もちょっと強いの。おもろ。さあ拾ってくる天才だ。さあコウモリがそれは入って、ウォールブレイカーは入らないがサファイボで、いやめっちゃ強いぞこのウッドねえのがね、ちょっと特殊なんですけど。だがそれもいい。